さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルはいです。ということで、今回なんですけども、超盤石天文ね、使っていこうかなと思います。これまたね、視聴さんからライブ配信にてデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ今ね、白炭天文が流行ってると思うんですけども、まあこのデッキをですね、自然を入れて、ブーストしながら、最速でね、セイントローズにつなげていったりとか、アルファディオスにつなげていくっていうデッキになっておりますと、まあかなりね、面白い構築でして、まあ昨日かな、進化の聖域とかも発表されてたんでね、ワンチャン自然入りのアルファディオス天文ね、強いんじゃないかなということでね、まあ、今回ね、握ったんですけども、いや、なかなかね、激アツな試合がね、取れたんで、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、シールドレイユ、アルファディオス、スカイソード、ドラゴンズサイン、ラローゼブルーでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、ハンドはまあ、悪いね、うん。悪くはないねって言おうとしたんだけど、まあそんなに良くはないと。まあ、なんですけど、まあ、天文デッキはね、言うて、縦からね、ドラゴンズサインとか、天文とかでね、返していくデッキなんですが、まあ、これデッキはね、自然文明が入ってるんで、ウルコスとかから、ちゃんとね、ブーストして、まあ、ターボでターボに重ねて、アルファディオス乗っけるみたいなね、プレイングもできるので、で相手、墓地ソースですね、多分だけど。まあ、UK パンクとかじゃなかったら、まあ、墓地ソなのかなって感じではあるんですけども、このテスタロッサの、まあ、墓地肥やしで大体わかるかな、まあ、多分墓地ソでしょう。さあ、骨んビートクロック。まあ、墓地ソから骨んび入ってるってことは。さあ、フェアリーライフ、偉すぎない。ライフ、ウルコス、ドラゴンズサイン、まあ、ラローゼブルエみたいな動きでもいいし、ワンチャンシールドレイユで、まあ、ここら辺、まあ、ロビーとか出てきたら、ここら辺も返せるからさ、アツト。いや、ボツソはね、めちゃくちゃ有利なんですよ。天文は。なんで基本的には大丈夫かなって思う。天文が、流行ってるじゃん、今、白炭天文がね。このデッキとはまた違うやつが、なんかコッコロアとか、入ってる天文がね、まあ、流行ってて、天文がかなりきついんだよね、多分ボツソース。ありがたいわ。俺の 4C コントロール、ボツソにめっちゃ不利だから、ほんと、ボツソがね、消えてくれたことによって、俺の 4C コンが、輝きを増したんでね。マジでありがたいんですが。だがしかし、アツト。でね、これ、クロスファイヤーが、出てくるんだよね。クロスファイヤーが出てきちゃうと、もう縦全部割り切られるっていうね、もう、世紀末みたいなことが起きるからね。いや、ワンチャンあるよね、絶対にこれね。いや、ほらね、あるんだよ。もう、いや、おかしいね、これでも。天文有利って言うけどさ、ノートリだったらきつくない？正直、どんどん行くぜと。天文、ドラゴンサイン、悪くはない。無垢の深淵ですよ。これはラローゼブレイです。お任せください。でクロスファイアの2点パンチは、うわぁ、まあでもこれも食らうか。食らって、でも全部食らうしかないか、一旦。一旦全部食らいましょう。ブロッカーなんか来い。天文とか来てよ。さあ、ミリオンファイヤーで強い。天文で世界は変わりますよ。世界は変わるんです。開け、夢の扉でね。さあ、これはちょっとドラゴンズサイン置いて、さあ行きましょう。天文。シールドレイユと、俺どうすっかな。レイユと、まあ、一旦ラローゼブルエでいいか。これで盾増やせば、まあ、相手はもうなすすべないと思うんだよね。あと、フェアリーホールとか、まあ、スカイソードとかで、まあ、でも言うてプレミアムマドンナ立てるのも、いいかな。いや、これマジで強えわ。いや、ラローゼブルーやっぱ行かれてるな、性能は。参ります。で、これで、盤面全処理ですよ。で、まあ、5000GT が来たとしても、プレミアムマドンナとかで耐えながらだね。でこのターンは、シールドレイユ、バトルゾーンから離れないので、4マナ。骨んびとかだったらめっちゃ強いからね。嘘でしょ。もう喋らない方がいいかもしんない、俺。さすがに嘘だ。理想ムーブすぎないか。だがしかし、この骨んびで、クロスファイアでしょ、多分回収は。GT とかなんかな。あ、骨んび。骨回収。なるほど、なるほど。さあ、トップが天文。天文でももういらないかな。で、
これは一旦プレミアムマドンナで、まあ、圧倒的受けでブロックするたびに盾2枚増えるし、バトルゾーンから絶対に離れない。ボツソースは多分プレミアムマドンナに対する回答がないから、これ相当きついと思うぞ。アクアサーファー、だ5マナ使って骨火、まあ、4マナだけどね。骨火で何を回収してくるか。ダクロスファイアが落ちる。まあだから GT 圏内ではあるけど、まあ、でも骨火とか全部いっちゃうからね。でクロックが出せなくなるから 5000GT 出しちゃうと相手がね。なんで多分 GT は出してこないんじゃないかな。だけどもクロスファイヤーじゃもう何もできないからね。このプレミアムマドンナの前では無力ですよ、クロスファイヤー。ただただ盾が増えていくだけですから。トップがプレミアムマドンナ、強すぎて強すぎて震えてますけど、さすがに1枚やればこと足りてるんで、まずはスカイソード、天地一体で盾を増やします。で次フェアリーホールザマンで、あれね、アルファデオス回収して勝ちです。これでいいね。でもこのターンフェア、いやこのターンでよかったな。まあ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 、まあ、だけども盤石に行きましょう。フェアリーホールザマンアルファデオス回収でもこれで、しかもセイントローズまでいるからね、相当強いよ。さあフェアリーホール打って、ああニゴンのカイトで、ここでザマンで、アルファディオス回収で GG、 グッドゲームです。もうボツとは何も出ませんからね。いや強いな、天文盤石の安定感だわ。でもさ、5マナえ何もないよな。デスゲート来たとしても全然問題ないし、イーサルはないからね。でアルファディオス乗っかったら、まあ、何も出ないと、まあ、相手のデッキは光文明入ってませんから、クロスファイヤー GT もう全然いい。クロックも出ない。5マナで何かあるか。一矢報えるチャンネルになるのか。GT でも今大丈夫だし。うん、ないね。OK。さあ、ウルコスなんで、これはエメラルーダ。しっかりと置きまして、さあ行きましょう。精霊王、アルファディオス。久々に出したわ。シークレットで差をつけます。かっこいいね、アルファディオスは。やっぱね、いつまで経っても色褪せない。アルファディオスとドルバルムの。かっこよさは、対戦、アドシュアー。対戦の方よろしく。フォージュンフォージュンといったところでやっていきましょうか。さあ天文天文フェアリーホールシールドレイユエメラルーダフォージュンフォージュンでね始まったオープニングハンドで、相手はモルキンかな。モルキンはねガイグレンの有無によって不利対面か有利対面か決まるわ。あ、だけどやっぱりアルファディオス入ってるんだよね。こっちはアルファディオスが先か、相手のモルキンガイグレンが先か。どう考えても相手の方が早いです。うん、どう考えても天変地異が起きても相手のガイグレの方が圧倒的に早いな、絶対にね。まあだけどマナ武装5溜まってれば、一応シールドレイユからモルキンはメタれんのか。グローバルナビゲーション、最近見るようなそのグローバルナビゲーション、やっぱバン返しながら外武装モルキンができんのは強いけども、さあショートと開拓の天変、なるほど、そんな物騒なものまで入ってんのか。さあこれは一旦プレミアムなマドンナ、これちょっと天文は置きたくないからな。ラローゼブルへ置くしかないか。一旦これプレミアムマドンナは絶対みたいなところあるからな、モルキン対面は。さあフォージュンフォージュンのワンドロー、エメラルドクルンカイト、だったらエメラルド置いたんだけどな。いやでもこれ次のトップ次第ではワンチャン、いや、どうだ、天文は仕込んでた方がいい。バニギン、あ、そして、バッケンジャージャー。次、モルキン来るって言ってるからね。早くない？いや、これさ、これ、モルネク来たらどうなっちゃうんだろうな、本当に。怖い。今から。診断が怖い。さあ、4ターン目。さあ、ラローゼブルエ。さあ、これちょっとエメラルーダ置きまして、さあ、これは一旦エメラルーダの能力で、ここで天文とか来てくれるとね、かなりありがたかったんですが、で、まあ、モルキンが来るんで、まあ、一応天文は仕込んでおきましょう。もう多分縦割り切られちゃうと思うから、ここでまあ、モルキン持ってませんよみたいなね。外無双モルキン持ってませんよみたいなムーブだったら、まあ、ちょっと天文を見たのあれかなって思うんだけど、まあ、備えあれば憂いなしですからね。
正直モルキン対面なんて。まあでも考えてる、考えてるってことはないのか。いやでもあるだろ、モルキン使いってね大体持ってるからね。外武装モルキン、それかガイグレン、まあ絶対に持ってるんで、こればっかりはもう警戒しとかないと。でも結構悩んでるね。こんだけ悩んでるってことはマジでない恐れあるぞ。ないならないで、まあスカイソードから入るしかないのか、それかまあトップ天文でもか。シールドレイユはちょっと抱えておきたい感はあるからな。カウンターでモルキン、でもねエメラルーダで仕込んだんで、はいはい、どうせ天文でしょって思ってるからね、そこを避けられる可能性が無限にある。なんで外務省あんのかいと、なんで悩んでたんだんじゃ、何を悩んでいたんだ。まあ、だがしかし、まあモルキンもいろんな卓ありますからね、ビルにしようかなみたいな贅沢な悩みがあったのかもしれないね、もしかしたら。さあ二刀流、二刀流なんでギガハートですね。ここ間違ってなんか変なのクロスしないか。さあギガハート、さあ謎の2回行動、しかもアタック中は破壊されないというね、謎ですよね。もう強すぎんか。さあ2点パンチ、さあ王の力を受けてみたい。さあフェアリーダフ悪くない。さあ無垢の深淵でアルファリオス、これで学ぶ装条件整いましたでしょうかね。そうだね、整ったね。だがしかしここで引かないとまずくない。ここで天文引かないとまずくない。こっから入れる保険あるんですか。あるんですよ、そう天文ならねと。で大銀河から外銀河が出てきますよねと。で一応これセイントローズでヘブンズヘブンからのネバーラストだっけかな、ネバーラストでバトル全部勝てるようになるんで、そうすれば基本的には大丈夫かなと。で、大銀河とこの大銀河に関してはもうプレミアムマドンナで耐えるしかないか。で、次セイントローズからプレミアムマドンナは出せるので、このターンはレイユと、このなんだっけ、このラローゼブルエ、ラローゼブルエにしておきましょう。で、大銀河と外銀河は選んだ瞬間にもう負けなんで、選べませんと。で、外銀河殴ってきたときは、もう一旦エメラルダブロック、あ、レイユブロックでいいね。レイユはバトルゾーンから離れないから、このターンは。まあ、殴ってこないとは思うんだけどな。殴ってくるか。まあ、殴ってきたら殴ってきたら、まあまあまあって感じではある。で、セイントローズ出して、ヘブンズヘブンの能力でプレミアムマドンナも出すことができるんだけど、いや、これワンチャンスあるぞ。ワンチャンどころか、ツーチャンぐらいあるな。アルファリオスにつなげられるか。どうかですね。さあまずは一旦セイントローズからのヘブンズヘブン。時は来ましたね。で、ここでヘブンズヘブン。だけど、竜海まで行けるかどうかだな、これ。さあ、プレミアムマドンナ。で、大銀河から踏み倒される。で、まずプレミアムマドンナでブロックする。なんともきついけどね、こっから勝てたら大したもんだぞ、天文さん。アルファリオスに繋いでいけることができるか。さあ、バッケンチャージャー。いや、強っ！バッケンチャージャーマジで強いな、こう見ると。何を？グローバルナビゲーションとかほんとぜひともやめてほしいね。さあ、バッケンチャージャーで持ってくるもの、もう一枚のだってさ、モルキンなんて持ってこられたら、オーバーキルですよ。しかもまだアルファディオスにつなぐことはできないと。さあ、ビルヘルムを持ってきます。世界で一番きついんだよ、天文って。ビルヘルムが。知ってたみんな。ビルヘルムが世界で一番きついから。たぎってる場合じゃないよ、大銀河。たぎる思いだ、ベガスベガスだ、それは。うわ、ビルじゃん。最低なことされてない？最低なことされてるんだけど。フルボッコにされてますけども。さあ、一旦ここは、エメラルーダブロック。パーティーを増やしておきましょう。いや、きつくねえ、めっちゃ。さあ、ベロキアボロス。これでビルヘルム出されることによって、ラローゼブルエが多分お亡くなりになるでしょう。散り際ですね、本当に。で、これアルファディオスにつなげられることがもう二度と来なそう。次からだってもうビルヘルム連打されるわけだから。さあ、ここで、いや、バネギンとかめっちゃきついな、今思うと。
さあ、ブロック。で、一応、外銀が通すことによって、殴ってくるかな、外銀がそもそも。殴ってこないよな、そうだよな。で、ここで、ネバーラストに流回することができるので、バトルゾーン、すべて勝てますと。天文もう使わねえな。スカイソードで、盾増やしながら、濁るなよ。濁らないので、で、これで、ビルヘルム飛んでくんだよな、でも結局。で、こう。バトル全部勝つんで、で、アルファリオス来たら詰めましょう。勝ったんじゃないこれ。あるんじゃないのこれ、普通に。絶望かと思いましたが。で、ここでビルヘルムでしょ。でも、リエサルはないので。ビルだったら。あるな。で、勝ったんじゃないマジで。あ、なんで、いや、これ。モルキンでも、ダメか。モルキンがダメか。でも1枚ビル確定でしょ？モルキンがない。いや、これでモルキン持ってたら相手主人公だからね。握手するしかないのよ、これは。相当迷ってる。で、アルファリオスに繋がりそうではある。オッケー、ビルなら大丈夫。リーサルありませんと。そんなことがね。あ、そっか、ビルヘルムだからアルファリオスに繋がってねえわ。いや、強すぎでしょ。いやー、まだわからないっすね。殴ってこないか？だよね。セイントローズ。セイントローズさー。いや、でも。いやー、これ盤面がパン祭りになるか？え、でももう出すしかないよな。ファントが入ってる構築たまに見るけど、モルキンはね、多分大丈夫だと思う。これだとフメストパーフェクトも流回するんで、ここで脳トレだったら行くわ。で、プレミアムマドンナバトルゾーンから離れねえから、これでいいんじゃないか。で、バニギンだとしても大丈夫。ボルメテウスホワイトフレアが来たら、あの、涙流して大パンしてエンディングに行けばいい。はい、ありがとうございました。あ、よく勝ったわ。10分ですよ。どうでした。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、スターブリングハンドなんですけども、フェアリーライフ、フォージュン、フォージュン、エメラルーダ、ラローゼブルへ、フェアリーライフでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。このデッキにさ、進化の聖域入れたらさ、めっちゃおもろそうじゃない？やっぱね、進化の聖域が来ることによって、だいぶね、環境が変わると思うんだよな。みんなは進化の聖域、まあ今日発表されたと思うんだけど、どう思いました？ワンチャンドルバロムとかね、バロムクエイクとか、まあ、そこら辺のね、強力な進化クリーチャーがね、出てくれたらありがたいなと思ってるんですけど、やっぱちょっとアルファディオスがね、リバイバルしてきた意味をね、教えてもらいたいもんですわ。さあ、フォージュン、フォージュン打っていきましょう。で、シールドレイユ、フォージュン、フォージュン。相手、赤タン速攻なんで、基本的には大丈夫そうじゃない？普通に。でも、脳トレ貫通とか全然ある世界線だからな。わー、でもめんどくさいのが来たな。はい、テンパンチで、天文！弱えー。さすがに出せねえな。プレミアムマドンナとかだったら完璧なのか。ね。バトルゾーンから離れないから。あ、でも、レイユもありか。言われてみりゃ。あ、だから、学ぶ総条件、もう一枚追加か。
なるとやっぱフォージュンフォージュン腐っちゃうよな。さあこれ一旦ウルコス置いて使いソード盾追加とかが一番丸いのかもしれないですね。スカイソード出していきましょう。まあ、エメラルーダ天文仕込みでも良かった可能性があるというか。え、でも次、霊油で、あ、でも天文マグナム処理しなかったらあんま意味ないから、エメラルーダで仕込んだとしても。それで次、霊油を素出しして、トップギアとこのマグナムをね、処理するっていう感じになりそうだね。でもさ、このシールド霊油ってさ、出た時になんか無敵効果発動しないっけ？学ぶ総条件揃ってれば。どっちの効果処理が先なんだ。マグナムの方が先くせえな。うん、そうだね。マグナムの方が先やわ。そりゃそうだよな。そりゃそうなんだわ。まあでもこれで処理できたんで、次の天文からはかなり強いことができそうですね。さあ、これはもう天文でエメラルーダ、ラローゼブルへ展開していきましょう。まあこうしたら、勝ちなんじゃねえか。さあ、その音に耳すました結果が、どうなりますか。いや、こうなったらもうかなり盤石と見た。こっから赤炭速攻が入れる保険あるんですかっていう感じになってくるよね。さあ、ごまな。ごまな。ポップギアからは進化できないから、毎回忘れるわ。あの火の SR。なんだっけ名前。あの、4マナダブルブレイカー。なんだっけ毎回忘れるわ。あれ、なんでなんだろうね。あの、グレンのスキンついてくるやつ。なんだっけあれ。俺ね、マジでね、あいつの、なんだっけマッカランじゃなくて。やべ、思い出せない。マジで思い出せないわ。な、いるんだよ。バルブレアです。バルブレア。バルブレアは、多分このターン、グレンモルト。待って、バルブレアより強いの来たって。おい、あ、そっち大銀河だったらきつかった。あ、そっか。7500だから500パワー買ってんのか。強すぎでしょ。どうする。オーマイガー。いや、赤炭涙目でしょこれ。いや、だからいつ詰めるかっていう話になってくんだよね。やっぱアルファリオス立てて勝ちたいから。さあ、フィリックだっけ。フィリックで、いや、なんかよくこいつで強いんよな、地味に。さあ、エメラルーダ。これ、エメラルーダちょっと、一旦これ、ドローするわ。一旦様子見。強い。これはめっちゃ強いんで、もらっときます、そのまま。あれだ、プレミアムなマドンナ欲しいな。欲しいなーって、アクセントおかしいけど。アルファディオスが、次、ザマンからいけるんで、さすがに勝ったと思いたい。さあ、ごまな。いやー、ちょっとだるくなってきたな、それ。話変わってくんだよな、これ。結構危なくない？プレミアムマドンナ。出すしかないか、さすがに。これで結構大丈夫。いや、これ。そう、こうなると、で、確かアンタップされるんだよね。初めての攻撃の時。で、ここでフォールザマンとか打っちゃうと、かなりきつくなるんで。はい。うわ、めんどくせえ！マジかよ。盾追加。いや、これマジで強えんだが、マジで。やばいな。ああ、盾追加。いや、でもまだ大丈夫か？パワーが高すぎるんよ。最低限盾追加してたな、これ。いや、こいつマジで強えかもしれん。普通にバルブレより強くない？わあ、強い。油断したらでもマジで負けるな。これね、やばいかも。てかこれ、早めに
アルファリオスにつなげないとやばいんだけど、マグナムのせいでザマン出ないんだよなこれ。さあ無限盾追加編始まるんだけどさ、これアウトが怖くなってくるね。やばいなこの軍勢。ライフ引いて盾から、盾からライフ、いや強いぞセイントローズは。セイントローズ流解させて全部バトルに勝てるようにして、熱い。アルファリオス来たら殴ります。殴って勝ちやろ。ほい。強い、めっちゃ強いぞそれ。マドンナセットはありがたすぎる。はい、マグナム完全に目立ってますからね。で縦2枚追加、アウトがマジ怖えな。アウトだけケアすれば。アルファリオスどこにいるの？オーマイガー、ここにいると。神からのお告げです。でラいまだか、次でもいいのか別に。でセイントローズでネバーラストにして全部バトルに勝ってからでいいんじゃない。全部バトルに勝てるようにしたからでもいいと思う。これこのターンリーサル絶対ないんだ相手で。ラローゼブルエにアルファディオス乗っけたらアウトがなくなるのよ。ある、世界で一番あるぞ。トリガーつってもバニギンぐらいでしょ。入ってねえだろ。でもバニギンなんて入ってんの？入ってないよな赤玉速攻に。魂燃やして抜去で、これでギリアウトもしないのよね。で6でしょ。で霊油でここでブロックしとけばいいんだな、とりあえず。で霊油に乗っけて殴れば OK ですね。で流解もするからこっちがネバーラストに。オーマイガー、いや強っ。いやこれやっぱ盾無限追加編があまりにも強いわ。2点パンチで意味ないか、意味ないね、打つ必要もないと。よし、よく耐えた。オッケー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 、ネバーラストこれでバトルも勝ちますからね。でアルファディオスで盤石です。よく耐えた俺。さあシークレットで差をつける。で令和アルファディオスとネバーラスト夢の共演です。3点パンチ、滅せます。これがまあ入ってたとしても大丈夫だから